来年4月に中学校へご入学される、皆様へ向けてスクールショップ木南よりお店選びのポイントをご紹介いたします。ぜひ後悔しないお店選びをしていただければなと思います。そこで皆さんが悩んでいる、点ですね、悩みは皆さん同じじゃないかなと思いまして、学生服ってどれも一緒じゃないのとか、アフターフォローはとか、あとはサービスの特典内容はといった形で、各お店さんで、チラシや、制服についての案内がございます。そこで、比較して比べられているとは思うんですが、そこで見れば見るほど、悩む点が増えていくと思っております。そこで本日は3点ですね、お店選びの3つのポイントをご紹介いたします。まず1つ目です。1つ目、納得できる商品選びをということで、確認のポイントですね、各商品の特徴は説明をされていますか。次に、試着がそのお店で可能ですか。またお子様の体型に沿って、親身に相談ができますかっていう、この、確認のポイントをぜひ、各販売店さん、お店さんの方で、確認をされてみてください。続いて、お店選びの3つのポイント、2つ目になります。安心のアフターフォローです。こちらも確認のポイントとしましては、購入後の補正ということで、3年間無料というのがチラシや案内によく記載されていると思います。この記載されていますが、補正箇所によっては、有料な場合があります。袖ができたり、また、スラックスの丈出しができるっていうのはもちろんなんですが、その他の補正ができる、できるんですけど、有料になったりということもありますので、ぜひじゃあ補正できる箇所を確認してください。続きまして、採寸と、お渡しは、よく出張サービスっていうのがございます。そちらは出張サービスで特に、非常に便利ではあるんですが、追加購入だの、またこれ補正を出される際は、その本店のお店の方に行かなければなりません。その場合出張で来ていただくとかなり便利なんですけど、そのお店がお住まいに慣れている地域よりかなり離れていると、駐車場がなかったりとか、それまで行くまでに非常に時間かかってしまうこともあります。なのでぜひ、出張サービスができるけど、このお店の場所ですねも確認をされてみてください。お店選びの3つのポイント、最後3つ目です。明確な特典内容ということで、確認ポイントこちらです。グループ割引は、よく割引率が高いグループ割引がございますが、その場合、採寸が、みんなと一緒にしてくださいよとかっていう条件があります。その場合、みんなと一緒の場合ですね、どうしても採寸が混雑してしまい、雑になってしまいやすいと思っております。その対応も非常に悪いというお声も聞いておりますので、グループ割引、グループ採寸になった場合でも個人で採寸ができるかとかっていうこともぜひ確認してみてください。次に、セット割引などは、必要なアイテムだけを購入できない場合がございます。セットで、どれもこれもセットにしてますよというかなり得お得には見えるんですけど、必要じゃないものまで購入させられてしまうというようなデメリットもございますので、ぜひこの特典内容、もちろんこのグループ割引、セット割引に関わらずですが、そのあたりも細かく、お店の方に聞いてみるのはいかがでしょうか。以上、こちらの3つのポイントですね、納得できる商品選び、安心のアフターフォロー、明確な特典内容、これをぜひ、中学校に入られるお子様の、制服をご購入される際は確認をされてみてはいかがでしょうか。来年春、新発売をします MAX30 の機能紹介をして、いただきます。撥水効果がすごい制服です。実験をしてみましょう。はい、それではこちらのペットボトルに入った水で、ちょっと実験をしてみます。いや、すごい弾いてますね。はい、
このように弾きますので、少々の雨でも特に問題はありません。